発電所が危ない。原子力発電所は安全です。原子力発電所は安全です。浜岡原子力発電所付近の津波の高さは6メートル程度です。敷地の高さは6メートル以上なので安全です。さらに敷地全面には高さ10メートル以上の砂丘があり、津波に対する安全性を十分に確保しています。嘘だにゃ。タマ、無事だったか。東海地震発生津波の高さは海上保安庁発表で 8.1メートル、気象庁発表では5から10メートル、ところによってはそれ以上の大津波と予測されているんだにゃ。6メートルという中部電力の予測はあまりにも甘すぎるにゃ。でも津波の高さが8メートルだとしても、砂丘の高さが10メートルあるから大丈夫なんじゃないの？説明しよう。普通の波はこんな感じ。一方津波は海面全体が高くなって押し寄せてくるんだにゃ。10メートル程度の砂丘なんて簡単に乗り越えてしまうにゃ。原子力発電所は安全です。原子力発電所は安全です。原子力発電所は安全。本日の結論、中部電力は津波の脅威を甘く見ている。